気づけば前回の動画からあっという間に1週間が経ってしまいました。そうですね、時間が過ぎるのが早いです。その間に何をしてたかというと、ちょっとまあとある、まあ、このシーズン、いわゆる GoTo を使って旅行に行ってきました。それを使うことによって、まあ、日本でも多分有数の値段のする宿に泊まることができました。だいぶ安くなりました。まあ、完全のリスクなどの話もちょっとどうしても頭をよぎってしまうことがあるので、もうほぼほぼその宿に行って帰ってきてというものだったんですけど、まあ、お値段がそれだけあって日本随一のサービスということが謳われていますが、そこで正直思ったこと、まあ、なんて言うんでしょう、理想のサービスというのが無理なものだな、至れり尽くせりというのは望んでしまえば不可能になるなということを思いました。まあ、かなりサービスはいいものだったと思います。ただ、これも完全に運持って、生まれたものに近いと思います。自分がどうしても嵐を呼ぶというか、波の中でいる。で、その中でいると、どうしても出先に何て言うんでしょう、自分の意思だけではない要素も絡んだトラブルが起きてしまうんですよね。基本的に言うと、その日本一の宿に近いところですね。といっても、まあ、宣伝がうまいだけなのかもしれないですけど、の群の中で、まあ、その総本山みたいなところに行ったんですけど、トラブルがありました、正直なこと言うと。まあ、焦がすりにも何でもなく、これは完全に事故ですね。事故だと思います。向こうの人が何か意図してやったわけでもなく、こっちが意図してやったわけでもなく、なんかただそれのつまらない、去年も行ったんですけど、去年もあったりして2年連続これも単純に向こうの落ち度があるとは思ってないので、全然許せるものでもあるんですけど、2年連続あったわけですね。で、まあ、そこで思うことは、額でも足りないんだろうなと思ったということですね。いわゆる高級リゾートみたいなところに泊まるにしても、額ではまだいわゆる至れり尽くせりというんですかね、というサービスは無理なんだろうなというのを実感しました。もっと金をかけて、もっと有能な人をもっとたくさん配置しないとダメなのでしょう。難しいですね。尽くす、まあお金が絡むだけあって、まあ、人間の欲が再現なくなるというのもあるんですけど、どうしても人間同士でやる以上、まあ、トラブルも起きますし、そのところをどう減らすかっていうところなんですけど、まあ起きてしまうんですよね。それを減らすにはもうなんか徹底的な何て言うんでしょう、練習ですよね。あとはもうミスが起きた時にどう拾いに行くかっていうようなところまで気を使わなきゃいけない。まあ、そうすると結局みんな疲弊していきますので、人員がたくさん確保できてないとってことになりますね。で、そういう人たちを余裕を持って回すためには、どうしても運営コストがかかってしまうところからして、お値段もまた上がるというところがあって、さらにお金が必要になるのかろうなという気はしました。難しいですね。で、あと、まあそれに関して思ったのは、別にいわゆるイタリアリスクスリーである必要は全然ないなと、思ってしまいました。むしろいろいろなところで変に気を回されるより、一般的な宿に泊まるのも悪くないというか、まあそっちの方が性に合ってるというか、まあこういう、まあ、処分の人間がそもそも行くところではないのかもしれないなと思うんですけど、手に気を使われるよりも布団を敷いて飯を出してくれる、それだけで十分なのかもしれません。なんだか勉強になりました。お金でも買えないものは確かにある。その中にそれは人とのつながり、信頼というのは間違いなくあって、
それをどう気づくか、そこがまあ鍵なのかもしれないですね。全然タールの話、太郎さんの上げてる動画とは全然関係ない話になります。まあ、ただそのまあなんていうか直前の動画で上げられてた茶室に近いようなコミュニケーションというのが一つテーマになる上で、その信頼感とかっていうのは出てくるかもしれないですね。まあ、茶室も一つのテーマに、もうあんだけ至近距離で人を殺せないようなところで武士同士が入っていくっていうのは、まあそれはある種相手を信頼して、もうここに入ったからにはというのを確保させた上でやるようなものだと、懐に相手を入れる。その信頼をどう作るかですよね。その信頼がなければ茶室としての心地よさは生まれない。だから金、そう、まあ、こう話すとなんかつながった気もしますね。金だけではないところ、どこにそこの絶対の信頼を持ってくるかというのが肝になるのかもしれません。というのが今回の旅行を得て自分が思ったところですね。絶対の信頼、それをどう認識するか、もうその茶室という空間で、まあ、空間の力、その場の力というのはすごく大きなものですが、まあ、ちょっと今コロナによってそのいわゆる圧力場とかそういうものをコパミチに破壊するウイルスなので、壊れてしまった中でどうやってそれを生み出していくのか、どう構築していくのかっていうのは、まあこれが実は新しいここから先5年10年の私たちのテーマになってくるのかもしれません。デジタルの中での信頼、今まではそのいわゆるノミニケーションとか言われてた中でしか培われないと思ってた生な信頼感、これをデジタルでどう構築し維持していくか、まあ、みんな悩むことだと思うんですけど、そこが一つのテーマであり、何か求めていく